どうも皆さんこんにちは。見た目は10代みそじプラス5歳のビッグカメラカメラパソコン館販売員ののぶりんです。よろしくお願いいたします。本日ですね、私が紹介させていただく商品なんですけれども、今2013年頃からすごいこう伸びている、商品カテゴリーラインナップ数が増えているっていう商品がございまして、今のぶりんが一番熱いと思っているゲーミングのデバイスを本日は紹介させていただきたいと思います。それがこちら、ゲーミングの有機 EL ディスプレイですね。はい、というわけでこちらがゲーミングの有機 EL のディスプレイでございます。いくつかこう種類はあるんですけれども、これを本日、有機 EL のどういったものなのかですとか、あとは普通の液晶のディスプレイと何が違うのかというところを本日はご紹介させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。有機 EL のディスプレイっていうのは何ぞやという方のために、軽くご紹介をさせていただくんですけれども、有機 EL のディスプレイというのが、このモニター、一つ一つたくさんの映像素子があるんですけれども、それ一つが発光するというタイプのディスプレイなんですね。それに比べてもう一つの方式が液晶ディスプレイ。液晶ディスプレイはバックライトに LED を搭載しておりますので、例えば黒色を表現するときにはバックライトを通した黒色になるので、若干ではあるんですけれども、ちょっとこう白くかかった黒色っていう形になってしまうんですが、それに比べて、有機 EL に関しては黒色のところの映像素子はもう完全に消灯しますので、もう完璧な黒でもうめちゃくちゃ綺麗な映像でゲームをお楽しみいただけるっていう特徴がございます。普通の液晶ディスプレイとこの有機 EL ディスプレイに変わることによって何が一番変わるのかというところと申し上げますと、実はこれ応答速度っていう部分がもう爆速になるわけなんですね。でこちらの応答速度っていう部分なんですけれども、こちらは液晶ディスプレイの映像素子一つ一つの素子が色を表現しているんですけれども、今表示している色から違う色に切り替わる速さというのをこの応答速度っていうのを表しております。なのでここの応答速度が少なければ少ないほど違う色から違う色への切り替わりが早いので、残像感のない映像になります。でこちら、液晶ディスプレイなんですけれども、液晶ディスプレイの中でも特に今最近の技術の発展もあって、液晶ディスプレイでも 0.3 というものすごい速さで切り替えるスピードっていうのが出ております。ただ有機 EL ディスプレイに関してはこちら 0.01 という数値が今最も速いものになっております。で先ほどの 0.2 と 0.01 になりますので、なんと最大20倍も早く色の切り替えができる性能を有機 EL ディスプレイは持っているので、FPS やレースゲームといった競技性の高いゲームの場合でもすごく相性がいいという特徴があります。さらにもう一つ有機 EL ディスプレイの特徴として、発色性能も液晶に比べて優れているので RPG などの綺麗な世界観をしっかりと表現してくれますし、画像や映像を扱うクリエイターの方たちが仕事用のモニター選びに参考にする色域という、こちらの数値も全体的には液晶よりも高い数値になっているので、 RPG ゲーマーやクリエイターの方にもおすすめというわけですね。ここまでですね、有機 EL のメリットっていうのを紹介させていただいたんですけれども、ここからは有機 EL の、一つちょっとデメリットという部分もご紹介をさせていただきたいなと思います。でまず一つ目なんですけれども、価格です。やっぱりここはいいモニターなので、液晶よりもだいたい価格としては3倍から4倍ぐらいちょっと金額としては高くなってきてしまいます。であともう一つが、こちら有機 EL のディスプレイにはずっと同じ画像を表示し続けると、その画像が画面に焼き付いてしまうという、焼き付きという現象が起こる場合がございます。ただこの焼き付きというデメリットの部分に関しては、
ここ最近各メーカーさんが焼き付き防止の機能っていうのをもう標準で備えてくれておりますので、もう昔みたいにそのすごい焼き付きがひどいっていうことではなく、もう昔に比べて焼き付きがすごい起こりにくくはなっているというものでございます。ただ絶対に焼き付きが起こらないというわけではないので、ちょっと使われるユーザーさんの方でちょっとしばらく使ったらクリーニングしていただいたりとか、あとはなるべく一つの映像は出さないようにちょっとそこの配慮っていうのはやっていただくと、より長く有機EL っていうのはご利用いただけるのかなと思います。そして最後に、私ノブリンからですね、おすすめの有機EL のゲーミングモニターちょっと2機種ほどちょっとご紹介させていただきたいなと思います。まず一つ目は、エイリアンウェアから発売されております AW2725DFR です。こちらは画面の滑らかさを表すリフレッシュレートが秒間360コマと、もうめちゃくちゃヌルヌルに表示してくれるので、競技性の高いゲームでは相手よりも有利に立つことが可能です。二つ目はピクシオから発売されております PX2777OLED MAX-O という機種ですね。こちらはゲーミング有機 EL ディスプレイの中では性能と価格のバランスの取れたコスパの高いモニターとなっておりますので、有機 EL ディスプレイを使ってみたいという方や、商品選びはコスパ重視っしょという方にもおすすめの商品となっております。はい、というわけでいかがだったでしょうか。こちらの本日はね、こちらの有機 EL のゲーミングのモニターを、中心にご紹介させていただいたんですけれども、まあ、やっぱり液晶のモニターに比べるとやっぱりちょっと高価ではあるんですけれども、ただ、まあ、一度ご購入いただければもう毎日めちゃくちゃ綺麗な映像で、まあ、インターネットや動画ゲームがお楽しみいただけるのと、あとは残像感のない綺麗な映像で毎日ゲームができるっていうことを考えると、まあ、すごくご購入いただいたら満足度の高い商品カテゴリーなのかなと思います。でこちら、有機 EL のディスプレイに関してはこちらビッグカメラ、カメラ、パソコン間のゲーミングコーナーに多数こちらのように展示を出させていただいておりますので、ぜひこちらの動画を見て気になったという方に関しては一度こちらのパソコン館の方に遊びに来てみてください。この内容が良、まあ、かったよとか、面白かったよという方に関しては、高評価グッドボタン、またコメントなど残していただきますと僕たち販売員の励みにもなりますので、ぜひ、こちらいろいろちょっとアクション、お待ちしておりますので、まあ、よろしくお願いいたします。それではビッグカメラ、カメラ、パソコン館のノブリンでした。またねー。